ポツダム気候影響研究所にて、ユルゲン・クルツは、ドイツの物理学者、数学者、ポツダム気候影響研究所分野横断的、研究部門長、フンボルト大学ベルリン教授、アバディーン大学、キングス・カレッジの複雑系、数理生物学研究所において、主任教授を務める。研究分野は、主に非線形科学と複雑系、およびその地球科学、生理学、 システム生物学と工学への応用である。特に非線形振動子の動機現象に関する研究で知られる。ロストック大学で数学を学ぶ。1983年に東ドイツ科学アカデミーで学位を取得し、1991年にロストック大学で理論物理学の教授資格を取得。ドイツ統一後の1991年、東ドイツ出身の少数の研究者を マックス・プランク協会で新たに設立された研究グループのディレクターとするプログラムで選ばれ、非線形動力学に関する国際的に有名なグループを作り上げる。1994年、ポツダム大学の理論物理学、非線形動力学グループの教授となり、同大学理学部長を務める。同大学のインターディセプリンリー、センターフォーダイナミクス・オブ・コンプレックス・システムズ及び、 ライプニッツコレッジポツダムの設立にディレクターとして貢献した。2008年 PIK の再編により地球科学に複雑系的視点から研究を行うための新たな部門が設立されたことに伴い同研究所に招聘された。また同年フンボルト大学ベルリン物理学科、非線形動力学分野の教授に就任した。2009年よりアバディーン大学の複雑系、 数理生物学研究所において主任教授を務める。キャリア初期における時系列解析とその対応、構成運動の解析への応用の研究を通じ、80年代からクルツの研究の興味は複雑系とカオス理論へ向けられた。クルツの研究業績として特筆されるのは、カオス位相動機現象の発見、再帰性、コヒーレンス共鳴、複雑性と因果性の指標、 複雑ネットワーク上の動力学と安定性に関する研究などが挙げられる。その後、複雑系理論の地球科学、脳、循環器系などの複雑な非線形系に応用する研究が開始される。クルツは国際的に多くの共同研究者を持つことでも知られており、約20カ国出身の60人を超える博士を育て、そのうちおよそ30人はテニュアポジションを得ている。 また、500本を超える論文と発刷の本を執筆している。特に、主著シンクロナイゼーションは非線形系の同期現象に関する入門書として有名であり、日本語にも翻訳されている。また、カオス、フィリサフ、トランス、ロイヤルソック、A、プローズワン、ユーラップ、J フィジクス ST、J、ノンリニーアサイエンスノンリニーアプロセシーズイン、ジョフィズイックス、 スプリンガーシリーズコンプレキシティなど10を超える論文誌の編集者を務めている。常実のように多くの国際的非線形動力学の研究グループやヨーロッパ地球科学連合、非線形家庭部会長を務め、今日の複雑系科学において指導的立場にある。また EU やドイツ研究振興協会の大きなプロジェクトを組織し、2011年からは、 DFG とブラジル間の複雑ネットワーク、教育プログラムを開催している。 h t t p w w w l e i b n i z k o l l e g p o t s d a m d e s l a s h l e i b n i z k o l l e g p o t s d a m h a t h t t p w w w b y s i k h u b e r l i n d e s l a i r t g 1 7 4 0 h t t p w w w e u e u a w a r d s medals ルイスフライリチャードソン2013ヨルゲンカーズスルイスフライリチャードソンメダル2013ありがとうございます